皆さんこんにちは。久しぶりですね、こういった形でね、動画を撮影するのはね、まあ機材もね手元になかったりして、まあ、今もねほとんどの機材は私の動画を見てくださってる、ずっと見てくださってる方はお分かりいただけていると思うんですけど、いろいろ事情がありまして、ね、まあ、なかなかこういう動画すら撮ることができなかったんですよね。まあ、でも昨日も久しぶりにね、あの何十年ぶりかな、記憶に残ってるんでは本当40年ぶりくらいにね、江ノ島へ行ってきました。3連休のね中日っていうことで、すごい人でしたけどね。まあこんな感じです。すごいでしょ。なんかお正月、年末年始、初詣行ってるみたいでしたよ。でもお正月はもっと混むのかな。もうだからこれはちょっと帰ろうかなって思ったんですけどね、せっかくまあ来たからねと思って行ってきましたけどね、ずっと本当何十年ぶりかに歩きましたね、江ノ島を。結構大変でしたね。あの私は四国生まれで、こんぴら山ってあるんですけど、こんぴら山もきついですけどね、江ノ島もきついですね。でも良かったですね、久しぶりに行って、ああ江ノ島って観光地だったんだなと思って。もう江ノ島の前なんて何百回何千回って車で走ったりねしてますけど、ああやってじっくり江ノ島に行ったのは本当久しぶりでね、いや世界的観光地だと思いますよ。皆さんもねぜひ行ってみてください。でね、あのこのオズモモバイルでね、昨日この iPhone 7 Plus とこのオズモモバイル、これを持ってね、まあ、撮影したり、あとライブをね、 YouTube のライブをしました。昨日のね夕日なんかもね、見ながらライブしましたので、まあ、その動画もありますので、もしよろしければね、過去動画っていうか昨日の動画見てもらえれば、江ノ島ライブっていうね上がってると思います。まあ、こういった形でね、YouTube のライブも最近はよくやってますし、主に最近は夕日が多いのかな、朝日なんかもライブやったりしてましたけど、それも過去の動画であると思うんですけど、あと夜の8時からはね毎日、まあこれは部屋から PC パソコンでね皆さんとチャットやりながらライブをしてます。まあ、YouTube もね私も始めてもう足掛けね4年半くらいになるのかな、もう5年くらいになるのかな。まあ、途中ねいろいろ事情があって住むところもなかったりしたりしたんでね、 YouTube を撮ることすらできなかった、見ることもできなかったっていう時期もね1年くらいあったのかな。あと今私は冬場はね農業に従事してますので、アルバイト事情があってこの年でね、まあアルバイトしてるんですけど、まあこれもね今週から始まりますけど、今シーズンがね、そうするとなかなかねもう疲労困憊して疲れちゃって YouTube もね上げられなくなることも多いんですけど、まあなるだけ頑張って YouTube は続けていきたいと思います。あの皆さん気づいておられますかね、 YouTube ってもはやね一つのテレビ局なんですよね。だから昔だったら1ちゃん3ちゃん4ちゃんとかってあったでしょ、6ちゃん8ちゃん10ちゃん12ちゃんとかね、もうそれプラス YouTube、 あと最近は ABEMATV っていうのがありますけれどね、でもまあ YouTube の場合はとにかく対象が世界だし、あともう一つね誰でも自分のチャンネルが開けるんですよね。だから誰でもテレビ局に自分の番組が持てるんですよ。
だからテレビ局なんですよね、 YouTube って。そういったことも皆さん気づいておられますかね。ハーマだってこうやって自分で YouTube を経由して発信できるんですよね。それでまあライブでチャットねさせていただいたり、あと世界中にね、しかも世界中からコメントね、アイルランドからライアンっていう彼がいるんですけど、そうやってしかもまたハーマのところに来て、そこからまたね他に日本中のいろんな YouTuber と交流ができたりね。でハーマはよく夕日を撮ったり、あと浜辺で肉焼いたりコーヒー飲んだりビール飲んだり焚き火したりしてるんですけど、そういう動画を見てね、リアトツ実際来てくださって、オフラインでねお会いするような方もおられますし、あとハーマがそういう、まあ、いろんな事情があってね、まあ、ネット環境がない時にねその力を貸してくれたり、あとハーマはビールが好きなんですけど、まあ、この年でね本当下流老人、名実ともの下流老人になってしまって、そしたらねビールをね送ってきてくれたり、ね、いろんな方がそのハーマのチャンネルを、まあ、ある意味スポンサーですよね、ハーマのチャンネルのスポンサーになってくださってね、視聴者の方が、本当にありがたいことだと思います。まあ、改めてねどうもありがとうございます。ここでもう一回ねお礼を申し上げたいと思います。まあ、あとスーパーチャットなんて言ってね、金銭的に支援してくださる方も、まあ、それでねこの間もクリエイティブクラウドっていう動画編集のねサブスクリプションに加入することができました。皆さんのおかげでね、ハーマのチャンネルもこうやって今日現在維持することができてます。ですからまあ昨日もね本当は買ったかったんですけどまあね江ノ島行くって言っちゃったから、まあ楽しみにしておられる方もねいらっしゃるかもしれないんで、江ノ島行ってきました。でもいや結果的にハーマもすごくね楽しかったです。帰り寒かったですけどね、疲れましたけどね。でもこれからもねそういった、YouTube、まあ、このね機材はね今のところ iPhone 7 Plus と Osmo モバイル、まあ、これもちょっともうくたびれてきちゃったんですけどね、まあ、だましだましそういった、YouTube のライブとかね動画はね皆さんに、特にこのハーマの場合にはこの湘南のですね、風景とかいろいろこう、まあ、日本に昔から伝わるような行事とかね、懐かしい行事とかそういったものをね皆さんにね、世界中の皆さんにお届けできればと思います。あとまあねうちには猫家族って言ったらハーマは天涯孤独なんで猫しかいないんですけどね、まあそのうち猫動画も撮ろうかなね、まあ、癒しをね皆さんにお届け、そんなチャンネルになればいいなと思ってるんですけどね。今日もねアベマ TV なんかだとね、なんかスマップの3人がね、元スマップの3人が生放送ずっと72時間本音テレビなんてやってますけどね、ハーマの動画はいつも本音ですね、24時間1月30日1年365日あと残り何年かわからないですけどね、いつも本音で動画を上げていきたいと思います。まあ私自身ももっともっとねいろいろ勉強をして、まあ、機材はね今のところ本当にもう本当もうちょっと寂しいことになってますけどね、もっと綺麗な夕日とかね朝日とか風景とかね、今日もね今ハーマの部屋から富士山は見えるの、あれ富士山雪降ったのかな、なんか雪積もってないかな、雲かなあれ、あ雪は積もってないですね。富士山がね今日は本当はパールムーンって言って、富士山の山頂にこう満月が沈む日だったんですよ。だけど今日はね雲が出てて富士山はね頭隠しちゃって、残念ながらね視聴者の方で海坊主さんって言って星とかねすごく綺麗にタイムラプスで捉える方がいるんですけど、その方がねやはり SNS で教えてくださって、今日そこから見えるようなって言ってくださったり、あもう早起きして待ってたんですけどね、ちょっとダメでしたね。ただまだこれは年に2回ここから見れますんで、またね天気の条件が合えばそういったものをね、それまでにはちょっとカメラをね
質屋さんから出しておかないといけないんですけど、これ私の場合笑い話とか作り話じゃなくてリアルだっていう、ね、ことなんでね、まあこれからもね頑張りたいと思います。今ここからはね海が見えるんですけどね、まあでもそのことすらこの何年間かは気づかなかった。部屋から海が見えるってことすら、ここにこうやって座ればね海と富士山が見えるんですね。まあ、ちょっと手前に電柱とかあってねいまいちなんですけど、まあね贅沢言っちゃいけないですね。まあ、心の中でエフェクトをかけて CG というかアフターエフェクトでね手前の電柱を消して窓から見えるね相模湾とあと伊豆の山々と湘南の風景とね、まあ、江ノ島もこの部屋から見えます。富士山はね、それでまあ皆さんに、お届けできればと思います。これからもね、まあ、どこまで頑張れるかわからないですけどね、ハマはあと何年生きられるのかわかりませんけど、まあ、これからもねあの私のチャンネルをお暇の時に覗いてみてください。まあ、あのチャンネル登録なんかもね、今実は1万人いないと YouTube もねいろいろ肩身が狭いので、もしチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃったらぜひ登録ボタンを押していただけると助かります。あといいねとかねグッドボタンを押していただけると動画編集の励みになります。ハーマは、この帽子を取るとハゲをお見せすることができますけれど、まあ、それはやめときましょう。お見苦しいのでねまあこれからもね、うちの猫そもそも頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。最後にねもう一回ね振っておきましょう。といつもありがとうございます。それでは皆さん。